おはようございます。ただいま8時でございます。朝食は食べてというわけで、ありがとう半額、これも半額です。これも半額です。サムネイル、よし、 OK、 おしゃれに決めちゃったな。BLT サンドと、これはこっちの半額はトマトレタスサンドでございます。食べよう。本日も朝の6時前からウォーキングをしてまいりまして、帰ってきてシャワーを浴びて、はい、ダラダラしておりましたら今となっております。この後は新居見に行けたら行きたいな、というわけで食べたいと思います。いただきます。さっきね、思ったんです、潔癖症の人に聞きたい。私は少々落ちた分には大丈夫です、下にね、うん。少々汚い分には大丈夫です。でも潔癖症の人ってさ、グレードいろいろあるやん、うん、例えばさ、俺がさっき思ったのね、さっきトイレ行ったんですよ。で流すでしょ、蛇口ひねるやん、手洗うやん、蛇口閉めるやん、手拭くやん、ほんでドア開けて出てくるやん、そしてサンドイッチを持ってきて食べてるやん、マダムやん、うん、これね、まあ一番まずは、まあ、一番汚い状態でトイレ終わったらどうしましょう、手洗うんやから、ね、まあ外出先とかによって手かざすだけ水出てくれるとこあるけど、今蛇口のとこって何かな、仮に蛇口やとしましょう、蛇口にひねるやん、まあ、飲み屋さんとかね、確実にトイレ終わった後の手触ってる、手洗う前の手、これはもう汚いでしょ、また洗ったのに汚い、そうさよ、蛇口流すんだよ、俺はそこまで気にせへんけど、最初に蛇口洗うから、蛇口ってこう回すとこね、でそれを洗って手洗って閉める。でもめちゃめちゃ洗剤だ、洗剤とかで洗うんかな、ここ回すとこ、ほんでドアを開けて出るけど、このドアノブ下手したら手洗ってないとこ触ってるかもしれない、わからんよね、どうすんのそこは、残りでまだ汚れるやん、どうなんやろ、電車のつり革自体も気持ち悪いっていうし、いいもんね、何握った手で触られるとかそれは分からへんよな、昨晩、うん、だけど
友達がね、保育士さんが子供をよしよしとか遊んでる手で白板何握ってたんやろと想像するだけでエロいよなって言ってたやつがいた。そらつやな、一緒のやつや、いつと妊婦さんって全員セックスしてんねんなって言ってるやつのってのもいたんやけど、ね、それで同居で行かれてるよな。セックスしましたよ言うて公表してるみたいなもんや、エロいやろっつってしてるけどもよ、確実にしてるけどもその考えが汚いな。8時じゃ何の話だよ、うん、今日から仕事ですね、天気いいですねってか暑そう今日も。私はちなみに昨日銀行の入金、まあ銀行に ATM が行ったんで、銀行行かなくていい、メルカリで販売している商品の発送も今日はない、今のところない、ウォーキングはもう終わってる、だいぶと今日の昼とか今日一日の食い物の準備はもう終わってるんですよ。あ、朝8時ですよ、そんな状態なんで、やっぱもう今日家見に行くのやめとこうかな、言うてもできるこの状況って最高よね、自由だよ俺こと本当に。まあ、ゲームはねしようかなちょっと今日思ってますね、この数日からしてなかった、あのマニアチャンネル元ね、元マニアチャンネル中年パテモソチャンネルで公開しましたが、今夜7時に副音声版が公開されますよ、あれよければ。マニアチャンネルはね、もうちょっとでね、6000人なんですよ。ありがたい話に。一時期、メリンチャンネルの次に登録者数多かったんやけど、その後、始めたアニマルチャンネルがもっと伸びて7000人超えちゃってるんで、こっちは。確か。最近全然やってないけどね、引っ越したらまだちゃんとやろうと思ってるんですけど、うん。半年ぐらい。半年以上かまだ触ってないな、じゃできないんだよアニマルは、どう考えても猫なんか写し取ったってね再生されないですよ、アクアしないと、うん、だから引っ越しするのに魚増やせへんでしょ今から、大変なんだけやから、移動させる魚が増えたら移動させてからやろうかな思ってますから、こんなこんなでね、まあでもアニマルは目指せ1万人にはと思ってちょっとやってんねんかな、あれはな、もう無理やな、こんな全然上げてないよでも、うん、あとね、まあ公表はちゃんとしてませんけど、キャンプチャンネルがあと数十人ぐらいでやっと1000人、はい、おっさんのキャンプで検索して登録してください。まあというわけでね、例えば今日が朝8時ひとしきり終わりましたんで、終わってもないか、うん、まあ別にそんなに今日は予定は入れてないんで、来週はね草刈りです、もうこの時間で草刈ってます、実家の田んぼの草刈り、うん、来週の今頃も汗だくです、ウォーキング線でもええぐらい運動になるかもしれんな、ただも歩いてはまあそのまま行こう、歩いてそのまま行こう、
早朝5時から歩いて6時から草刈りしよう。できれば午前中に終わらせたい。でその次の日は筋肉痛と。以上です。来週の予定はね。というわけでパテモス協会でございます。皆様本日から1週間頑張ってくださいね。ほな。